はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説2シークレットオブマナ、続きをやっていきたいと思います。水の神殿からですね、ルカス様と話して、聖剣の力を取り戻せということで、各地を回っていく感じになります。まずはドワーフの洞窟を目指せということなので、進んでいきましょう。一回一回この階段をさ、開けたり閉じたりする意味あんのか。あれか、侵入者が入ってきたとき。いやでも侵入者もさ、これ上はさ、一瞬で階段をつなげられるからね、あんまり意味ない装置だと思うんだけど。今は手動になってるけど、あれかな、ルカ様の意思で変えられたりするのかな。今剣を持ってるんですけど、なんかもらったよね、装備って。これ防具、武器レベル。相変わらずこのやり方がわからない。上とか下とかであったね。錆びた聖剣ブロンズランス、攻撃力1上がるね。よし、これにしよう。ん、もう一回か。ああこれは横に投げ払う。ランスってあんまり横に投げ払ってもさ、強い感じしないよね。だってモンハンとかって絶対ついた方が強いから。必殺技は、あれ武器取り出せないんだけど。なんでここはそういうとこ、これ何、わけわからんは。あ、なんかがないといけないよって言ってたところか。まあちょっとじゃあここは後にして。何、こういう不思議な装置は別に普通なんだね、この世界では。じゃあなんとかの町へ行きましょう。名前覚えてない、もう。ほら、何これ、ちょっとモーション長くないか。あと必殺技ちょっと見たい。必殺技できない、ためらんないんだけど。そうか、使い込んでいかないとダメか。でもそうするとさ、いくらこういったこんなのもあったな。いくら攻撃力が高いといっても必殺技レベルとかが低ければちょっと微妙だね。そういうところも考えていかないといけないですね。あとこの槍のさ、特徴がよくわかんないんだけど、今のところ剣と大差ないぞ。レベル4、おゴブリン、めっちゃ攻撃されてんだけど。捕まった？今日の晩飯だみたいな。ははは、もうすれ入ってんだけど。こんなの普通死ぬな。と煮えたぎってんだけど。お風呂っていうレベルじゃないぞ。動くとあまにえ、じっとするよろし。これからお前祭りのごちそう、めったにないこと。お前とってもラッキー。やめてくれ。お前なかなかうまそう。うまそうの基準がよくわかってんだけど、少なくとも俺から見たらうまそうには見えないぞ。踊り始まったね、我らも踊らねば。あ、右上に。ちょっと君、バカね、何やってんの。いや何も言い返せねえよ。確かに、なんか拘束されてる様子はないよね別に。助けてくれよ。でも出れないんだ。静かに。どういう原理で助けたんだ。ありがとう。でもどうしてこんなところに。ある人を探してたら捕まってるのが見えたから、もしかしたらと思ったんだけど、人違いだったみたいね。助けて損しちゃった。そんな冗談よ。
私急ぐから行くね。君も町に戻った方がいいよ。うん、行ってしまったね。ねえ、ああ、名前も言わずに行っちゃった。それは名前を聞けなかったお前のミスだ。女性の扱いがうまいとは思えないからな。いくつ？一人50くらいある。割と強いよね。おお、金だ。こういうのって別にリンゴが落ちてくるとかないよね。いいかな。ちょっと走っていこう。いった。ダッシュは別にスタミナとかは、あれが減ってくんだ、武器の攻撃パーセンテージが。でも減りが遅いからめっちゃ走れんな。たまりは早いからね。いなくなってる。あ、いる。ここはパンドーラ王国の城下町だ。君が来たら通せよ。ジェマ殿から聞いておる。ジェマ殿、タスマニカ国からいらっしゃったそうだ。お城にいるんじゃないか。それから言っておくが、あまり町の者とは話さない方がいいぞ。なんで？みんな町の人冷たいのかな。話そう。え？物は買えるの？道具屋さん。なんだ、客か。面倒なもんは置いてないぞ。面倒なもんってなんだよ。リストバンとカンフー道着。俺が装備するものじゃないね。リボンも違うでしょ。他にマンマルドロップとかはね、またおかしく持ってないからね。もうどっちかっていうと装備を見たいんだけど。ばあさん、ばあさんや。話さない。じいさんや。うちのばあさんにも困ったもんじゃ。もうろくして何にも喋らん。え、そうなの？もうろくしてるから喋んないの？なんか事件が起こってそうだよね。女の子。町外れの古代遺跡に人々が集まったりして、なんだか最近町の様子がおかしいんです。うん、おばあちゃん。これだね。昔はすごく元気だったのに。怪しい会合が行われてそうだね。武器と防具の店に行きたい。宿屋は大して今のところ意味ないからね、まあ、マジックパワーがあるキャラクターじゃないんで。ポイントはね、マルドロップとか食ってれば。ご主人様とお嬢様はお城にお出かけになってます。なんでもお嬢様のお見合いですとか。おー、この人メイドさん。いいな、こういう若いメイドさんを雇いたいね。てかメイドさんってさ、雇えるもんなの？まあ、家政婦さんじゃないよ。家政婦さんじゃなくてメイドさん。それからあれかな、家政婦さんを雇ってメイドの格好をしろって。家政婦さんってさ、やっぱり おばちゃんっていうなんかイメージがあるからな。こいつも喋らない系のやつだね。怪しい会合に出てんのか。恐ろしいことじゃ。みんな魂が抜けたようになってしもうた。うるさいわね。あ、なんだ。え、どっち？単純にめんどくさがり屋な。ここはパンドーラのお城です。兵士はなんか普通だね。まあそりゃそうだよね。兵士がふぬけてたら仕事になんないかな。え、買えない。ふぬけすぎて買えない。マジかよ。やらかしてくれんな。まあ、まずはちょっと情報を収集していきましょう。なんだ。どうした。パパとママが変だよ。
今日変になったのかな、今泣いてるってことは。あとは左のここ下とか普通に行けるね。いきなり怪しいんだけどこれ。まあいいや、ちょっとお城へ行きますか。おお、城は結構強固な感じがするね。まあ正面から入る、普通に。ここはパンドーラのお城。兵士ってでも普段何もないときは訓練だよね、やることって言えば。町の南の古代遺跡に出入りしている人たちは何なのかな。不思議な仮面をつけているの。ああ、これだね、もうなんか怪しいね。15年前に帝国との間で一度大きな戦争があったんだ。15年前ってさ、割と最近だよね。ディアック兄ちゃん、早く帰ってこないかな。遊んでくれる約束なんだ。これあれだっけ、さっきっていうか前いた戦士長だっけ。知ってる？世界のどこかにマナの木っていう大きな木があるんだって。いやこいつらはさ、でも見知らぬ人と普通に話しかけてくれるからいいよね。最近町の人々の魂が抜けたようになってしまった。北の魔女の仕業らしいぞ。それに対してのさ、対策会議とかやんないのかな、この城の人たちは。この国ももうおしまいだ、魔女に呪われている。それをジェマと相談するのかな、国王様が。てかさ、結構複雑だねこのお城。大臣エルマン様のお嬢様がお見合いをしてるんですって。南の古代遺跡には悪魔が住んでるって。なんか悪魔が住んでたり魔女がいたり、あまりいい噂はないねこの町の周辺は。パパがバカ、自分のことは自分で決めるわ。あ、君、この前の間抜け男。恥ずかしいところを見られちゃったね。あれ、君剣士なの？そんな立派な剣持っちゃって。剣と槍を持ってるよ、二刀流だから。え、いやこれはその。そうだ、君ちょっと私と一緒に来なさい。この前助けてあげたでしょ、今度は私を助ける番よ。魔女の討伐に向かったディラックを助けに行くのよ。何、あいつのことか。でも僕、地底の神殿に行かないと。そんなの後後、さあ行くよ。僕、ランディ。そう、私は。この女の子の名前を決めてください。あ、普通でいいでしょう。私、プリム、これからもよろしくね。デフォルトだと名前も喋ってくれるっぽいね。よし、仲間が一人増えた。ちょっと見てみよう。カンフー道着はもうすでに装備してんのか。頭と腕がないね。で武器、これちょっといまいちさわかんねえんだけど。こっからカイザーナックル、名前はかっこいいな。いきなりかっこいい装備をしてるぞ。プリム、パパが絶対嫌い。この部屋には絶対戻りませんからね。あのパパはあの部屋でずっとうろうろしてんのかな。じゃあアンディ、お前もこの国の様子を見てきただろう。魔女エリニースが何のためかは分からぬが、町の人々の正気を抜いているようだ。魔女に正気を抜かれた人々は町の南の遺跡に出入りしているようだ。私は遺跡に潜入し調べてみようと思う。お前はガイアのへそへ急げ。
ちへ行けばいいんだ。プリム何にも言わない。我が国とタスマニカ国は同盟国同士なのさ。ほら入ってきちゃいかん。あ、入っちゃいけないの。我が国とタスマニカ国は、こらセリフは2つしかない。今まで平和で静かな国だったのに一体何が。困ったことじゃ。いつ帝国が動き出すかわからぬのに、民も兵士も抜け殻のようじゃ。エルマンの勧めで魔女の討伐隊を派遣したが全滅してしまったようじゃ。なんですって。じゃあティラックが魔女の元へ行ったのはパパが仕組んだのね。ティラックから私を引き離そうとしたんだ。許せない。無礼者。何さ、いいわよ、行こう、ランディ。無礼者って誰が言ったの。そう、村を追い出されたの。でもこの国も今ではこんな状態。あなたもすぐに立ち去った方がよろしいでしょう。なんで王様とさ、王妃様座ってないの。立ち仕事なの。腰に来るでしょ。座り続けてても腰に来るけどね。俺はあんま姿勢が良くないからね。王様があんなに困っていらっしゃるのなんて初めて見ましたわ。あ、そうなの。割と政治とかで困りそうだけどね、王様。ここは国宝のお部屋。伝説の勇者が現れる時までここは封じられている。さあ、あっちへ行って。なるほど、伝説の勇者だと分かればその国宝をくれるということだな。あ、ただ聖剣はね、まあ、錆びついてるから証拠にはならないからな。そもそも聖剣装備してないからね。槍。ここは休憩所みたいなところかな、兵士の。なかなか複雑な作りだよね。一直線に王様の部屋まで行けない。これはなんか侵入者対策なのかな。あの兵士も壁に向かってるしな。壁に向かって話してるやみたいな。こっち側とかは行けるわけではないか。左右にもあったよね、こういった扉が。ここも休憩所か。魔女の城に向かったディラックの討伐隊が戻ってこない。もしや町の人々も我々兵士もほとんどの者が皆抜け殻のようになってしまった。兵士で抜け殻って見てないんだけど。俺も命が惜しいからな。このままこの国にいたんじゃ危ないから田舎に帰るよ。俺も本当は討伐隊に任命されたんだ。死にたくないからこうして病気のふりをしてるんだ。誰にも言うなよ。ちょっと兵士としての心構えがないね。上の方にも行けるね。特に何もない。何もないわ。よし、じゃあちょっとプリムの防具を買いますか。防具っていうか雑貨屋さんでなんか売ってたよね。プリティリボンだっけ。これ宿屋だし。間違えた。あ、プリムマジックパワー8あるね。なんか魔法使えたっけ。もう一人のさ、おちびちゃんの方は魔法キャラっていうイメージがあるけど、こいつも魔法使えたんだ。なんだ、買いに来たと。プリティリボン。他にご用は。またお越しください。なんだ、最初やる気なかったのにさ、買った途端愛想が良くなったぞ。プリティリボンと回避がなんかすげえ上がるよね、装備すると。あれ、リストバンドって装備できるのかな。まあいいや、ちょっともうめんどくさいから。
で、つまりどこへ行けばいいの？下に行くか、まずは。怪しいぞ、なんでこんなさ、町の近くに立ってんの？え、なにこれ？これは仮面をつけてるってこと？近っ町からめちゃくちゃ近いじゃん、こんな怪しい遺跡。うん、みんなでもあれだね、なるほど、みんな集まってんのか、ここに。え、行けねえんだけど。え、ここじゃないってこと？今行くべきところは。他になんか行くところあったっけ？ここはもう完全に遺跡だよね。そっか、町の南から出れたね、そういえば。あ、そう、それここだよ、だから。あれ、どこだ？左側とかも出れんのか。戦ってくれる？あれ？戦ってくんないんだけど。どういうこと？あ、戦ってくれた。俺が攻撃をすると何？攻撃してくれる？お、ちゃんと 100% を貯めてから攻撃するのか。あんまり攻撃力自体は高くないね。ヒットポイントが全然違うからね。俺79あるのに対して45しかない。すげえ積極的になんか戦闘に参加してくれるといえばそういう感じでもないね。毒になるし、むしろお荷物だぞ。まあいいや、ヒットポイント回復してあげない。自分のことは自分で何とかするんだ。それがミカミックスのパーティーに入る条件だ。あ、レベルが上がるとヒットポイント全回復するんだ。で、あと魔法的なやつちょっと見てみよう。仲間の行動設定やる。3人が同じターゲット。あ、パワーゲージか。まあ、集中攻撃で敵を倒していくっていうのもありだと思うけどね。魔法レベル、魔法は覚えてるわけではないのか。精霊を選択するとって書いてあるから、やっぱり精霊と出会わないといけないのね。なんかさ、自分と違う敵を狙わせた方がいいな。勝手に攻撃してほしい。いや、これだから多分あれだね、なんか2人とかでやったら面白そうだね。もっと効率が良くなりそう。なんか怪しい宝箱の出方したよ。まん丸ドロップか。でもじゃあいけないから、ターゲットを変えてもらおう。じゃ設定か。バラバラでいいよ。まあ一人しかいないからね、今は。おお、危ない危ない。100までたまらないとやっぱ攻撃力弱いね。お、技レベル、やりがちだった。これで使える？これで決める。なんかあんまり強さを実感できないな。これで決める。あら、あー、強い強い強い。プリムもレベルが上がった。まあ、経験値は全員か。別に自分が倒したからといって自分にしか入らないってことはないね。壊されたよ今。いまいち剣と槍の使い分けがわからんな。使っていいやっていう感じで。あ、グローブレベル1になった。これさ、技レベル1って設定するとさ、それしか攻撃してくんなくなるのかな。これなんだ。なんで階段があるんだ。なんか普通に攻撃してた方
か、今のところは早い気がするけど、技を貯めるよりは。攻撃してこれで貯めてってやってるうちにあいつが倒しちゃうからね。少しダメージのテンポはよろしくないね。だってわざわざ貯めるほどの攻撃をする必要ないからね、倒せるからこれで。せいえ、今なんだミスって出たけど何の攻撃だったんだ。上がガイアの人、キッポ村、村に立ち寄ってみよう。ここはキッポの村。うん、それだけか。パパのお店に乗って行ってね。んこいつのお店か。いらっしゃいませ。お、なんか売ってる。エルボーパッド、チャイナドレス、高っ鎖の直器、結構高っけーな。あ、そうか、これあれか、武器はないんだ。そうだ、武器は手に入れてって、で、多分あれだよね、なんか条件が揃ったらドワーフのとこで鍛えるとか、そんなんだっけ。ってことは武器の金は心配しなくていい。それとも鍛えるのに金かかるのかな。聖剣を鍛えたいならいくら必要だみたいなこと言われたらちょっと嫌だからな。金は取っておこう。え、物価高えな。この村の北の方にガイアのへそというドワーフたちの住む洞窟がある。ここは単なる立ち寄り所かな。息子のディラックは忙しいとかでちっとも帰ってこない。こんなに近いのにの。ディラックの家か。隣の王国は大変だっていうね。この村は至ってのんびりしたもんじゃよ。なんかこの村から出世頭が出たのか。あ、本当にこれだけっぽいな。あれ、何こいつ、大砲屋さん。わしの家だじょ。2階には奥さんもいるのであった。ぐひゃひゃ。なんだ奥さんの顔を見に行こう。うお、超可愛い。うちの旦那は兄弟が多くて、私でも時々誰が誰だか分かんなくなるよ。奥さんはなんでこんなわけのわかんない人と結婚したんだ。大砲屋が儲かるからかな。まあ、でも移動手段だからね。魔物と会わずに移動ができるってなると結構需要はありそうだよね。やっぱ100までたまらないとダメだこれ。95とかで攻撃しても。いや違うな、乱数か。やっぱりでもガイアのへそへ向かいましょう。なってる道が若干複雑だな。え、何プリムどうした。こいつら一体いくら持ってんだっけ。7円とか持ってたよね、このキノコ。10匹倒して70円か。いや、金貯めると大変だな。ザコッパに限っては7円持ってるかすら分かんないからね。下手すればもっと少ないからね。ダウン取れればさ、反撃の間を与える暇もなく攻撃し続けられるからね。あれ、こっちでいいのこれ。下落ちる。あ、落ちない。ガスガシュって音がするんだけど何。おっ、プリムレベルアップした。何の音。
上がヨーマの方に下がガイアの位置。あれこれどうなってんの、こっちから来た方が早かったのか。まあいいや、魔物は殲滅しておこう。え、なん、マジで、なんで。連打するともう弱いね、さすがに。え、でもどうなの、攻撃するだけでさ、ダウン取れるんだけど。最悪。これで無傷で通過できるね。今マジどこにいた俺。これ下に来たね。こっち側は何にもない。あれ、ここ通ってきた。待って、分からん。あ、違うところか、さっきの先の下か。早い。蜂の種類違くないよね。なんか大きさが右のやつと違う感じがしたけど。あ、ここ入れそう。入れる。ニキータがいる。にゃひ、こりゃま、特別出張サービス。あ、セーブもするよ。セーブしとこう。ちょっと順番にセーブしていきますか。にゃひ、あとは売ってるものを見て。リストバンド、これ何、ラビの帽子、プリティリボン。高くね、これ50円くらいだったよね。あ、だから高っけーの、もしかしてこれ。あ、高いわ。プープイソーとか10円だったもん。あー、出張してくれる代わり高いんだね。またお越しください。そういうことか。てかこんなところでさ、金使ったらもうマジで金不足だよ。あ、でこれは単なるあれか、出張サポートのお店か。あれ、いけない。こっち。ねえねえ、どこ行くの。魔女の城はこっちじゃないでしょ。ガーン。え、どうする。コウモリさん近づいてきてるけど、しょうがないな。これって地底神殿へ行くって言ったら、なんかじゃあ私は魔女のお城へ行くわって言い出しかねないからな。行くぞ。でも魔女の城行って大丈夫なの。武器は鍛えたいよね。いてえ、毒を受けた。溜めない方がいいわ。倒した。だから倒すまでやっぱりラグがあるからな、しょうがない。サクッといこう。サクッと入れる。入れないよね。プリムどこにいるんだ。俺のこの動きについてこれてないぞ。え、叫び声が聞こえた。あれ、人がいる。ガイアのへその方から来たのか。あそこの洞窟には魔物がいっぱいだよ。この前の洪水で子供が中に流されていくのが見えたよ。今頃はかわいそうに。実際にそんなシーン姿見たらさ、結構目に焼き付いちゃうよね。これは花、なんか鎖釜みたいなので枯れそうだね。右の方に行ける？
何書いてある？妖魔の森ガイアの映像。こっちは大砲や。こんなところでも営んでるのか。いらっしゃいだす。水の神殿パンドーラ。おお、すごいね。このおじいさんもすごいよね。このモンスターがいる中普通に歩いてるから。こういうワープゾーンはでも身近にあるもんなんだね。え、ちょ待って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 、やれるわ。ちょ、やばやばくねえか。あいつ何してんだ、超頭悪いんだけど。俺がおとりになるんだけど。だって死んだね、あれ買ってないからな。まんまるドロップよ、いっぱいだから。プリムに使ってあげよう。ちょ待って待って待って、ひどくないか。いや、どっち回復が先に入ったって。敵強っ。え、ほんとこっちなの。ちょ待って待って待って、いきなり敵が強くなったんだけど。さっきまでさ、なんか楽勝じゃんみたいなこと言ってたけど、死んだかって。どっからセーブしたとこかな。いや、いけねえよこれ。ここニキータいるけどさ、遠距離攻撃だね。遠距離攻撃がきつい。てかダメージをね、食らいすぎなんだよ。いけないよこれ。やっぱりなんか、え、ガイアのへそに向かうの先に。大砲屋に行っても戻るだけだからね。ガイアの人行くか。ちょっとプリムちゃん死んじゃってるけど。え、モンスターがいっぱいだよみたいなこと言ってたけどな。まあいいや、行くしかない。生き返らせるアイテムを買っとくべきだったね。でもあれ150円くらいするからな。ほんと金不足だな。やばいやばい、もうそろそろ走れなくなる。回避率は高いね。え、どうする、ニキータ。うわー、ダメだ、利用はできない。やっぱり高すぎるから。ねえねえ、300円。いや、これは地底神殿に行く。私は行かないよ。行く。王女ね。じゃあね。死んでるままだけどいいのか。ゾンビ現象だと。生き返らせなくてよかったといったところか。なんかスライムみたいなのが見える。バブルスライムがいる。当たらない。え、増えたんだけど。分裂するバブルスライム。これ完全バブルスライムだよね。全く一緒なんだけど。強いバブルスライム。ここからが本番ということか。当たんねえ。しかもさ、これめっちゃ普通に増えてんだけど、どういうこと。必殺技使ってこう。いけ。槍だと当たらないとかある。グリーンスライム、あれ当たる。どういうことだ。一応さ回復しとくか。よし。回復アイテム使ってるとき全く動けないんだけど大丈夫なの。これはちょっと距離を取ってやっぱり必殺技を使っていく必要があるな。何でこれできた。永遠に増え続けるんだけど。倒した。倒してない、まだ生きてるか。ここは比較的 OK。突破するのにやたら時間かかったな。寝てるね。寝てるから貯めていこう。近づくと起きるか。別に攻撃するわけではなく。よし、レベル6。先手必勝、先手必殺だよ。
な寝てるな。そういう時間帯なのかな。夜行性だったりする。せい。敵は全部殲滅する。ほら。なんか言ってる感じがするんだけどよくわかんない。せい。せい。せい。何より剣の方がいい気がするんだけどな。攻撃力1っていうのがどれほど影響してくるか。じゃあ当たんねえし。あ、その先っちょに当てないと攻撃力が下がるとかいうシステムで、なんだこれ。あ、ひでえ。動けないんだけど。これ高野子さ、なんか見分ける方法とかないっけ。罠か罠じゃないか。これで決める。待てっていうか。まとめて倒したい。無理か。どう、見分けつく。全然わからんわ。まんまトロップはね、ちょっと使ってるからね、手に入れられれば。ひでえ。状態異常を直すアイテム買ってないからな。金をケチりすぎて。もう何もなくね。行くぞ。まとめて叩く。設置があるね。これも押した？なんかさっき音が鳴ってたけど。お、ん？下？水がなくなった？やっぱきっちり100まで食べないとダメだ。あ、でこっちに行けるよな。あ、どうなった？どうなった？あ、ひって。今一人なんだからこれ。け。やばい、ダメージ結構だ。防御力が弱いな。攻撃してダウンさせて、その間に溜めて、二人一緒に攻撃をする。これも引いてー、マジで。あ、ここがいけるようになったのか。ん？なんだ、どっちだ？ここか。気づくの遅すぎだろ。あ、溜まってなかった。キノコマンはめっちゃ動き遅いから、ってこのゴブリンも動き遅いな。まとめて倒そう。ほら、よし。あ、お、ヘッドギア、これ怪しくない？さっき怪しい速度してるね。ほら。それでも取るっていう。こっちもいけるし、こっちもいけるし、死にそうだし。まんまトロップあと何個？よし。ここは必殺技を貯めてバブルスライムを攻撃する。全員ミスとか。せい。こいつは攻撃力だけど回避率が高い。それとも槍の相性が悪い。せい。あ、飛んでんだけどマジで。こっちの奥に行きますか。あ、宝箱がある。貯めよう。貯めて攻撃をする。ほら、
え、今のどう？よっ。魔法のロープ、多分あれだよね、洞窟から出れるってやつだよね。せい、よっ。罠っぽいな。あ、違った。わからん。バブルスライムは無視しようじゃん。で、下の方に行きましょう。あ、やばい。おお、やっぱりな、食らったよ。これもうマジで何もできないからな。セイ、槍の方がリーチ長い？リーチわかんねえな。あ、ちょっと草だ。よく考えるとさ、草だったらさ、剣で枯れたかもしれないね。いや、でもあっちの敵すげえかんな。フルボッコにされる恐れがある。これで決める。まあ、このゴブリンくらいだったら全然余裕だしね。ちょっとバブルスライムがめんどくさいかなっていう感じで、あの骨が重なったから変な風に見えたのか。ダブルで食らってんだけど。踏んだり蹴ったりだな。しかも意外にさ、罠率高いよね。セイ、こいつがいるからいけねえし、倒さないと。セイ、よし、オッケー。内側はいけないから階段を下っていきましょう。結構長いね、ここ。これとか何の意味があるんだ。え、何これ、どういうこと。左は左で気になる。おーおーおー、普通に攻撃をしてた。勝手にスイッチが押された。おお、これさっきの逆側か。一応スイッチを押して、え、どういうこと。何、あ、これここに行けるようになりましたと。これさ、こっちからじゃいけなかったんだね。おお、ドワーフだ。いかつい感じだね。ここはドワーフの村だ。ここよりもずっと地底の方で音がすんだ。誰かが穴でも掘ってんだべか。なあ、りゃりゃ、あんた地上からやってきたんだか。この前も妖精の子供が地上から流されてきたみたいだべ。見せ物小屋にいるぞら。見せ物小屋にされてんだ。それはそれでかわいそうだね。え、どこにいる。指定神殿なもなおめえ、これが昔から埋まっちまったまんまだ。ほうほうほう、ただ所在はあるんだね。鍛冶屋っぽいところに行きましょう。来てくれ。お、ちょっとその剣見せて。どうしゃ、こりゃひどい。放っておくと折れちゃうぞ。俺様はワンツ名鍛冶屋さん、百六で鍛え直すぞ。やっぱり金かかるね。お願いしよう。よし、ちょっと待ってろ。こんな名刀見たことねえや。噛みつかせとくのはもったいねえ。見てるだけでうずうずするぜ。いつかは俺もそんな剣を作ってみてえもんだ。おろ、どうしたことだ。俺のハンマーが光り出したぞ。
それが聖剣？こりゃたまげた。聖剣の力がハンマーにも宿ったのかも。勝手に話が進んでいくな一人で。よし、試しに斧でも作ってみるか。後でまた来てくれよ。斧か、ブロンズランスは鍛えらんない。この毛かっこいいな、絵だけど。じゃちょっと聖剣だね。聖剣を見てみよう。ディフェンダーになってる。攻撃力が上がってるし。え、これいける？お、変わってる。やべ、かっけえ。で、レベル2までね、多分いけるんだよね、これで。まあ、まだ今、熟練度がないからレベル1だけど。で、鍛えて、斧ができたら先へ進めるようになるのか。最近小さな地震が多いよ。これまたおっかねえべ。小さな地震だったらあんまりおっかなくないけどね。でかい地震が来るとね、それ怖いけど。いらっしゃいませ。おお、なんか揃ってる感があるね。パンクスーツ、サイのジョッキはもういいか。じゃあちびっこローブ、ヘッドギア。あれ、俺さっき何て入れたんだっけ。ちょっと待ってね。天使の視線灰はこれ2つ買っとこう。吸水槽も2つくらい買っとこう。パワーリストか。え、どれがいいの金で判断するしかないよね、もうこれパワーリストだな。ちょっと待って、先に鎧をやるとして、じゃあパンクスーツからのパワーリスト。ヘッドギアは、まだお越しください。防具、あ、ヘッドギアあるわ。上がるね。これ装備して、革のつなぎじゃなくてパンフーは装備できない。てかあいつの装備さ、そのままパクってんだひどくないか。で、リストバンドからパワーリスト。これも完全にあれよね、攻撃力が上がるとかなさそうだな。マナエネルギー、水だけついてるね。よし、プリムちゃんもじゃないや、装備なしで向かったってこと。あれ、カイザナクル持ってた。そういえば持ってたっぽいね。持ってるわマジであいつ丸腰で行ったの何を思って丸腰で行ったんだろう。ちょっと奥へ進んでいきましょう。これは長老。ようこそドワーフ村へ。隣の見せ物小屋に行かれたかいな。この村には珍しいものがいっぱいあるでな。見ていくとよいでしょう。石物小屋か。こっち石が邪魔していけないんだけど。はい、いらっしゃい。ドワーフ村名物の見せ物小屋へ。おろ、ガジャダンロ、あたしは見せ物小屋の主人そんなことより見ていきますかね。56で見れるよ。金取んのかまさやそうだよな。ショーの始まりだ。まずは世にも不思議なラビオタカ。ラビと男でラビオタカ。え、バカにすんな。さすがはお客さん、お目が肥えてる。それでは正真正銘、なんとも珍しい妖精の子供だ。美しく、はあ、優しいお兄さま、僕を助けてくださいませ。さあ、大変なお立ち会い。聞くも涙、語るも涙、涙涙の
悲しいお話。この子は返さなければいけないお金が56。こうして働き少しずつ返しているというわけだ。さあ心優しいお客さん、百六だけでもいいから助けてあげてちょうだいな。完全ぼったくりだろこれ。男にはもう恵まん。そうおっしゃらずに。なんでだ、女の子の妖精だったらさ、いいけどさ。確か男だよね、こいつ。これ詐欺罪で逮捕されないのか。こいつ脅迫だよね、ここまで来ると。これ金なかったらどうなんだろう。楽しいなこいつら。え、それでどうなの。こっち文句言いに行く。どうだい、オイラの演技力。こいつ結構涙ぐんでたぜ。なあに、わしの話し方もなかなかのもんだったじゃろ。ボロい商売じゃ。長老悪だな。今の聞いてた。許してくだされ。この子は本当に妖精の子供なんじゃ。妖精の森に住んでたらしいのだが、洪水に飲まれてここまで流れてきたらしいのじゃ。森に帰るための旅費を稼いでやろうと思ってな、ついこの子のアイデアで。へへ、オイラって才能あるんだよな。これお前もお詫びせんか。あるかったな。面目ない。お金はお返ししますですじゃ。金返してくれんだ。あれ話せない、こいつには。申し訳ない。あるかったな。でこっちがお店。お店だね。じゃあそろそろ斧ができてるかな。イベントをこなしたから、ちょっとワッツのところに戻りましょう。なんだ？あれ？何かが来る。え？どういうことだよ。しかもなんで俺だけが戦闘態勢に入ってんの。ドワーフたち助けてよ。開かないとあれか。これで決める。この奥さんみたいなのは倒した方がいいのかな。カボチャが飛んできてる。行って行っても大丈夫か。あ、倒す必要なさそうか。倒したから去ってったのか。おお強い。ディフェンダーになってよかったな。あ、だって効かないわやっぱり。これちょっと効いていいんじゃないか。この時に貯めておこう。いけ。ほら、穴に潜っていくな。このパターンででもなんとかなりそうだし。それで決める。もう一回。よし。ちょっとでもダメージ与えていこう。どうせすぐ地下に潜るんだったら。ほら、よーし。なに弱。めっちゃ弱かったぞ。槍のパワーアップ。これで槍が鍛えられるってことか。ありがとうございました。こいつが出しゃばらなきゃオイラが退治したのに。これ申し訳ない。この子は流されてきた時のショックで名前も帰り方も忘れてしまったようで、そのせいかすぐ憎まれ口を叩きよる。
本当は素直な子なんじゃが。まあそのうちなんとかなるでしょう。気長に行こう。神殿に封印したはずのバドが出てきたということは、埋もれていた神殿に入れるかも。神殿の種子の力を授かれば、お前の記憶も戻るかもしれん。なんだ、それ先に言ってよ。今行く、すぐ行く。お前一人では無理じゃ。神殿は埋もれていた間にモンスターだらけになっとるぞ。バドを倒した旅の方、どうかこの子を神殿まで連れて行ってもらえんかの。バドを倒した旅の方、どうかこの子を神殿まで連れて行ってもらえんかの。またこれ多分無意味な選択肢が出る。もういいや、そのまま廃棄しよう。なんとありがたい。聞いたかチビスケ、この方の言うことをよく聞くんじゃぞ。動けるか、動ける。オイラの足手まといになるなよ、兄ちゃん。いい、僕はランディだ。じゃあオイラにも名前つけてくれよ。ペンだろ。妖精の名前を決めてください。ポポイでいいでしょうか。ポポイ、よろしく頼むぜ、兄ちゃん。弱っ。完全にこいつ足手まといだな。え、今どこにいるのこれ。よろしく頼みますじゃ。かつて北の魔女エリニーズが神殿を封印した時に貼られた溶岩の結界があるんじゃ。先にエリニースに封印を解いてもらわねばなるまい。あの頃はいい魔女だったのじゃが、北の妖魔の森の中にエリニースの城はある。やつに会ってなんとか結界を解いてもらってくれ。これはチビスケと一緒に流されてきた弓矢です。持っていってください。そういえばワッツが探しておったようじゃ。寄っていくとよいじゃろ。ポロンの弓矢ってさ、普通のモンスターの弓矢じゃん。まあ、でもそれも聖剣の力で強くなるのかな。よし、じゃあワッツのとこに行きましょう。いやー、物を作ってみたんだけどダメみたい。なぜだろう。ダメだったか。ありゃ、そのブーメランは？こいつはひょっとすると、ちょっとこの斧を持ってみて。どういうこと、どういうこと。ブーメランって何、どっから出てきたの。やっぱりこのハンマーで鍛えても聖剣と一緒でないとパワーが出ないんだ。この斧は特別製。小さいものだったら岩をも砕くよ。この斧を買ってかないか。クルクで売るよ。まあ世の中やっぱ金だね。何か新しい武器を手に入れたらまた来いよ。そうだ、近道を教えてやるよ。なんでこれいちいち一個ずつ進むんだ。ここを使えば表からの出入りがずっと楽になるよ。鍛えてほしいんだけど。そんなことよりやるよ。待ってたよ。さあ今日は何を鍛える。これでさ、またただ金が減ってくよね。もうこれは強化できない。ドワーフの斧は強化できない、ブロンズランスがいけるよね。武器パワーか。あ、そうそう、あれか。で、何やった、スチールランスか。ポロンの弓矢もまだ無理。あ、ブーメランってこいつが持ってたんで。ブーメランなんてあったっけ。カイザナックルもまだ無理か。だいぶいきなり武器の種類が増えてきたね。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回は
魔女なんとかのところへ向かっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。